こんにちは秋里由香です今年は企業の不祥事報道が多かったですね来年はいい話題がたくさん増えるといいですね皆さんこんにちはもう今年もあっという間に年の暮れに差し掛かっている時期に来ましたもう1年は早いなというふうに思います 今年はどういう年だったか振り返るといろんな思いもありますアフターコロナでいろんな変化もありましたコロナのインパクトは別の動画で上げておりますのでコロナについてはこれは触れませんが振り返ってみてみんな思い出すことが今年はコーポレートガバナンスの問題シリーズこれはマスコミの取り上げ方注目でしたねまず日大ビッグモータージャニーズそして宝塚とこたわけですこれ一見学校 自動車、産業、ビジネス、それからエンターテインメント別業界なんですけど共通していることはコーポレートガバナンス違反エマージェンシーホットラインマネジメントが弱いコンプライアンス違反こういった切り口でこういった会社がメディアから叩かれたわけですメディアだけじゃない今はネットの社会ですから一個人の発信力も高まってます。こういった不祥事に対する、 この世の中のバッシングはすごいものだったと思います2005年2006年建築物特にホテルだとかマンションだとかそういったところの耐震構造偽装事件シリーズこれがあの年のメディアの取り上げトピックスのシリーズだったんです翌年私はマクドナルド社長の時マクドナルドお前もかという見出しで年の暮れに叩かれたサラダ賞味期限販売事故 この土は年初からマクドナルドのサラダ賞味期限切れ販売事故まで1年間試食の偽装事件シリーズだったんです、まあ、このようにまあ早りって言ったら叱られますけどやっぱりメディアの取り上げ方ってのは一つ不祥事があると同じ切り口でいろんなものを連続で取り上げてくるわけです。 私は日大ビッグモーターの話をここに取り上げた時も今年は他のこういう症状続くんじゃないかという話をしたんですがやはりジャニーズ宝塚とこ来たわけです共通項は何だったかってことですねまず経営陣がステークホルダーのことを考えてないってことですステークホルダーっていうのはお客様社員投資家株主ビジネスのパートナー取引先そして社会このステークホルダーの価値を上げていくっていうのが経営者の命題です そしてステークホルダーの価値を上げるだけじゃなくてこの5つのステークホルダーの価値を上げていくバランスが非常に大事こういった話も以前動画でお話ししたことがありますそういった視点で見てもですね社員のことを全く考えない株主オーナーのエゴこれがビッグモーター事件の一つの切り口じゃないですか。日大本当にに社会のことを考えたのののののこことととと考考ええたたたかか学生経営者の保身のために いわゆる隠蔽と誤解されるような経営者の行動言動裸の王様になっている経営人理事そして対応が遅い見事にやってはいけない三原則を全部やったのが日大のケースです。ジャニーズこれも一経営者の振る舞い社会的なダメージがどう起こるか全く予見もしない社員は目をつぶってる経営人も知って知らないふりする。 これも五つのステークホルダーをしっかりと見据えた。経営陣のマネジメントとバランス、これが崩れたということです。宝塚厳しい教育。これはですね、私、大丈夫はよくわかりませんが、外から見る範囲でも。申し上げますと、サラリーマンの世界でも、ブレイクオーというのはどんどん時代が変われば変わってきたんですね。昭和の時代の上司との付き合い方、酒の飲み方、あの当時は酔っ払って上司に噛みつく。 これは一つのチームビルディングだったんです今はブレイクオ王というのはもう本当にブレイモノで許されないんですね付き合い方一つとっても変わってます教育の仕方も企業でも変わってきましたプレッシャーのかけ方も変わってきました昔は営業部隊を集めてみんな頑張れ死にくいでやれ死んでもいいぞとこういった言葉を平気で使うそれが決起集会のムード作りの言葉遣いだったんです こういったものはどんどん変化して常識も理解度も変わってくるとこれを分からずにですね成人が昔ながらの伝統を守るという誤解で時代にマッチしない古い習慣古い考え方を継続するこの歪みが宝塚のケースかなと思ったりします上下関係フェルマータみたいな一人の周りに取り囲んでいい意味では教育こういったことも報道の中で聞いたんですけど。 火のないところには煙が出ないわけですからあれが全くなかったっていうことはないだろうと私は思いますで、こういった経営陣の考え方の問題これがこういった象徴的な事件になったんですがもう一つはどこの会社でもやってるはずなんですがエマージェンシーホットラインコンプライアンスホットラインすなわち社員が危機に面したときに直接ホットラインに報告するまたは社員同僚上司が 法律に違反する、世の中のメディアリスクにつながるような言動をしているものをちゃんと通報する告発する会社の信用ブランドを守るために全社員がそういう責任を持つこういったちゃんとホットラインがあったんだろうかと明らかに日大はなかったじゃないかとビッグモーターはなかったじゃないかとジャレーズももななかかっった、た宝塚もなかったです私は長年ずっとグローバル企業で経験してきましたが必ずホットラインがあります。 例えばマクドナルド中間管理職が何か悪いことをするセクハラをするお客さんに暴力を振るこれはホットラインに上がってくるわけですところがマクドナルドジャパンのトップの私が悪いことをしたらどこに行くんですかアメリカの本部グローバルの全体のマクドナルド百二十カ国のすべての人が告発できるホットラインがあるんですそれぐらいトップも間違った振る舞いは許されないという インフラがちゃんとあるこれがグローバルの常識なんです。ということでこの日大ビッグモータージャニーズ宝塚の事件で終わらせるんじゃないと中小も含めた日本のグローバルでは理解できないグローバルでは容認できない看過できないような不祥事これをしっかりと通報し解決するエマージェンシーホットラインコンプライアンスホットライン。 これの整備と社員に対する徹底した啓蒙活動教育雇用をこの時期に合わせてやるべきだと思いますなぜここまで私が言うか考えてみてください日大事件で日大が失ったものは何か受験数も減ってます政府の給付のお金も見事に数年棚上げになったわけですビッグモーターの損失考えてくださいジャニーズの損失宝塚の損失これは計り知れない 損失なんです。こういった損失というのは一企業の損失だけじゃないですね。日本全体の経済にもつながる大きな不祥事ですから、ぜひガバナンス、エマージェンシーホットライン、コンプライアンスホットラインこの整備を強くお勧めしたいと思います。はい、以上です。どうぞ質問。あのエマージェンシーホットラインって言葉ではわかるんですけど、実際に電話回線ってあるんですか。あるあります。あります。<っ> エマジンショートラインっていうのはまあ他の回で詳しくやったんで今カットしたんですけどこれお話し,しますね例えば店舗でも現場でも工場ラインでも結構ですある事故が起こった不祥事が起こった強盗が入ってきた例えば賞味期限切れを社員が隠れて売ろうとした誤って売っちゃったお客さんがクレーム行ってきたこういったものっていうのはややもするとマスコミに行くネットに上げられるこれ大変なダメージになるわけですよ。 そういったものを受けた時はもうホットラインという番号がありますそこに直接電話するんです上司に言わないこれめっちゃ大事な鉄則です上司に言うと上司が自分の都合で隠蔽したり報告の時間がかかるんですだから原則は全ての社員が直接行くそこの窓口はその重要度を適切に判断して関係者に通報するっていう判断力を持った窓口が一人いる。そしててが対策を打って 速やかにやるこれが原則コンプライアンスというのは密告と違ってまあ上司社員世の中で許されない法律違反モラル違反のことをやってるとこれがマスコミその他にいくと企業ブランドを起訴しますから弁護士事務所に電話しますなぜか自分の名前を語って原田です私の上司の社長が悪いことをしてますと会社に言いにくいですよしたがって弁護士事務所に原田ですこういうことを 目撃しました確証はないんですがぜひ検証してください弁護士事務所は会社に行きますその時に通報者の名前は捨てますそして会社は弁護士事務所に対応策を伝えて弁護士事務所は告発者にきちっと伝えるこれをしっかりやっとかないと告発者の不満がマスコミ言ったら終わりやすこの告発は社内で告発ですマスコミに告発しちゃいかんということです、うん、どう ちょっっととげ足を取るよううなこと言っていいいですかはいどうぞビッグモーターの社長をジャニーズの社長をホットラインって難しいですよねそうだねいやだからそういう時は弁護士事務所にホットライン作っとけば社員、えー、行きます弁護士事務所監査役そこら辺はニュートラルですからこれはガバナンスのチェックアンドバランスがいわゆるボードミーティングとしてなきゃダメですよ日本はね やっと最近ですよ社外取締役を入れるという義務を経営者が強いられた能動的じゃないですよ強いられてるわけですよ政府から家族経営だけでやったらお手盛りも何でも勝手にできないわけですよネット見てください粉飾決済をやった件数確率今日見ましたこんなにあるのっていうぐらい粉飾多いですでこういったことも含めてね、もう日本の企業のねブランド信頼度がどんどん落ちてますから海外から だからもうずいぶん昔から JSOX ができたんですあれも風色決済あれは海外投資家からの圧力で仕方なく JSOX を義務付けられたんですよ、はい、ためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします